い、どうもクリアでーす。それじゃあ今回はもうせっかく見つけた、あ、てか監視カメラついてる。ちゃんと誰が入ってくるのか見てんだ。 DD やっちゃおう。多分ここ絶対見逃すから、こう今取っとかないと忘れ去っちゃう。またスロットバレル。前回結構ね、編集してカットしちゃったけどね、いっぱい間違えちゃったんだよな。しかも今回ちょっと早いな。あー、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。スイカの次ね、スイカの次。早いってことはリカバリーがしやすいってことだよ。グレープフルーツの次か、パイナップルの次か。ちょっと待って、リトライします。リトライさせてください。よし、ちょっと待った、あー、しくったー、失敗したー。あー、よし、しくった。おいおいおい、どんだけ回るんだよ。さすがにこれはちょっと取り返せねえな。Welcome to bonus stage. あー、もうなんかごっちゃになる。あー、なんかすっげえぐるっと回ったな。しゃあ。おー、危ねえ。おー、これで全員1本以上はゲットしましたね。意外と DD がラストになっちゃったか。イエーイ。あー、きつかったー。でも、あ、てかここにアリーナもあるじゃん。せっかくだから今日はスロットとアリーナもしちゃおうかな。とはいえ、ワールドマップのアリーナってさ、この、もしかして、後半戦的な、すっげー強い奴らが来たりしね。アリーナ6番まさかこいつ、ふん。うわっ、こう、ちょっと来るのが早すぎたかな、来るのが早すぎたかな。いや、いた。しかもなんか妙に体力がね。よいしょ、危ねえ。うわ、いた。よいしょ、めっちゃ耐える。すごい耐久してくるこいつ。オッケー、ゲームクリアー。3発を殴らんといかんかったな。オッケー、6番、バトルアリーナ、なんで6番なんだろう。なんか今までバトルアリーナ順番にしてたけど、あ、てかマッドファクトリーのバトルアリーナまだやってないよな。まあいいか。ということで、なんかここら辺にあったやつ消化したので、もうなんもないよね。ぐるっと、なんかぐるっと上なんかライトが照らされてるけど、次回はガリオン灯台行きましょうかね。ガリオン灯台やっていこうと思います。それではお疲れ様でーす。